にちは。元宝塚男役現役アイドルエリエンの30歳あやはねまやです。今回はですね、私お昼過ぎまでお仕事があって、でそっから1回帰宅して時間がすごく空いた時にめっちゃ昼寝するんですよ。でその後に夜お仕事があったり、ご飯がみんなでご飯行ったり、あとは毎日配信をしてるのでその配信があったりしてお化粧を直すんですけど、もうその時すっごいお化粧崩れてて、今がその状態なんです。もうほぼすっぴんみたいな、もう落ちまくり落ちまくりまくりまくりスティそういう時にどうやってお化粧直しをしているのかをご紹介したいと思います。ちなみに今日は、2時過ぎぐらい、お昼の2時過ぎぐらいまでラジオがあって、そっからめっちゃくちゃ昼寝して、今10時35分です。夜の5、6時間昼寝しました。でも本当にだいたいラジオの時って顔が映らない分、もともとお化粧が薄いので、もう本当ほぼすっぴんだし、もう結構クマとかも出ちゃってるし、あと崩れまくってますね。でその時に一回お化粧落としてやり直すのとかめんどくさいので、この上からメイク直しをするんです。それではやってみたいと思います。まずはこのスプレーのボトルに入れた化粧水、これをですねこのように結構かけます。で結構かけてティッシュオフします。私はもともと乾燥肌なんで、あんまりこう油取り紙とか普段全く使わなくても大丈夫なぐらいなんですけど、一応寝るとやっぱね皮脂とかが出るんで、これでちょっと落ち着かせます。でコンシーラー塗ります。最近使ってるのはこの資生堂のスポーツカバーファウンデーションっていう、なんかすごいやつだったみたいで、なんか私分からずに買ったんですけど、めっちゃこれいいです。またこれのレビューの動画は出したいと思います。これをこの目の下のこのクマのところとかシミとかそばかすのところに指でポンポン、ちょっとずつ塗ります。目の下のこの黒いのとかは結構あれですね、化粧崩れでなっちゃってますね。ちょっと上から塗っちゃいます。すごい薄く塗ります。夏になるとどうしても、もともとそばかすがすごい多いんですけど、日焼けするともうめっちゃそばかすが出てきます。なのでそのそばかすをちょっと隠します。唇の際のところもちょっとだけ塗ってきます。ちょっとだけ塗っただけでもこう目の下とか結構すっきり。はい、でこれでリキッドとかはつけずに、最近はこのこれどこのだろう、クリアライトフェイスパウダー薬用オークル、結構ドラッグストアとかで売ってるようなファンデーションなんですけど、これを最近はこのファンデーションブラシ使ってこう くるくる塗ります。これがなんか結構粒子が、ラメが入った粒子がなんかちょっと細かめで自然で薄付きで気に入ってます。化粧直しの時は、本ちゃんの化粧の時はこのファンデーションは最近は全く使わないです。目の上もちょっとあんまり気にしないで、もともと塗ってたアイシャドウとかの上からも塗っちゃいます。
こんな感じです。ジルスチュアート、これいただき物なんですけど、ジルスチュアートのアイシャドウを普段化粧と同様に適当にさささっとこう薄い色の順から塗ります。もうめっちゃ適当です。だいたい夜はあんまりこう明るいところ行かないんで適当です。で、目尻の下のところです。軽く塗ります。リキッドのアイラインを塗ります。もともとのラインがうっすら残ってるので描きやすいです。すごい適当です。いつもこんな感じです。マスカラ塗ります。これはメイベリンのなんか最近 CM でやってるラッシュオイスタ、ラッシュイオニスタです。で、最後にチークと口紅塗ります。チークはジルスチュアートです。これも適当です。最近こういうこうキラキラが入ったチークとかファンデーションはツヤ肌を演出できていいっていうことに気がつきました。で、口紅も適当に塗ります。はい、ということで完成です。もう5、6分ぐらいでメイク直しはしちゃいます。だいたい昼寝すると必ず化粧が崩れるし、タオルをこう引いて寝るんですけど、タオルにめっちゃ化粧がつくのでほとんど落ちるんですよ。なのでこういう感じでさささっとメイク直しをしてから次の仕事に行ったりします。テレビの時とか以外は本当にメイク適当で薄いんですけど、よかったら参考にしてみてください。